私たちトーククリエイターです。よろしくお願いします。はい、じゃあ自己紹介いきます。赤色担当さくらです。よろしくお願いします。はい、緑色担当渡すたことかすみです。よろしくお願いします。はい、青色担当松野愛美です。よろしくお願いします。宮瀬亜美です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そんな感じでね、はい、今日は、お昼に引き続き、はい、夜の方も出演させていただいておりますけども、今日は今日というかもうこの夜の部は本ちゃんの何でしたっけ、あの声のうち振るの苦手ですけど、口合わせと違いますけど、ちょっと違いました、ごめんなさい。あ、そうですね。はい、今日はですね、もう皆さん待ちに待っていたと思います、みんな大好き、はい、尾形レミさんのなんて打ち合わせしとったっけ。はい、お誕生日ということで、はい、レミさんお誕生日おめでとうございます。はい、いやもう、はい、ちょっと今日うち喋る方がいいかもしれない。打ち合わせやってんな。それぞれ打ち合わせやったんだけど、というわけでね、この後最後まで、はい、同国医である僕が、さくらは、ちょっと大阪に帰らなければいけないので、同国医であるの後の並行物販で僕がさくらの物販も一緒にさせていただきますので、はい、よろしくお願いします。だからあれやね、僕がさくらの後の物販はございませんということです。はい、はい、です。なのでこの後の並行物販遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは、はい、ラストの曲、皆さんで盛り上がっていきたいと思います。聴いてください、メイキューラブソング。ありがとうございます。さあ、それではこの後も、めちゃ
どんくりあるでした。ありがとうございました。